フィジカル面とメンタル面ってすごい相関すると思うんで、健全な精神と肉体っていうのが素敵な仕事を作る、素敵な人間関係を作る。ビジネスにもスポーツにも必ずルールっていうのがあるんですよ。ビジネスであればどうやったらお金が入ってくるのか、でお金が入ってくるってことのルールは、今頑張ってても成果が出ないんだとしたら、この先に成果はないんですよ。アシュレイディオ。さあということで、本日も始めることができればと思います。さあということで、早速質問からいってみたいと思います。ニックネームヘルスさん、アシタさんこんにちは、いつもありがとうございます。ありがとうございます。世界の健康有料児とは何でしょうか、よろしくお願いしますということで、今ですね、 X だったりとか Instagram もそうかな、で YouTube に書いてあるかどうかわかんないです。今世界の健康有料児というそんなテーマでやらせていただいております。何でこれをやったかというと、きっかけはバディーズだったんですけど、今僕がバディーズ社長ということで、やらせてもらってますけど、やっぱりその自分がこれからどこを目指すのかっていうところで、いろんなことを やりまくってしまってるんで、ビーツもそうだし、サウナ X もそうだし、ミライズもそうだし、花道もそうだし、全部含めると、正直なし、ブランドディレクターみたいな、もっと真ん中の話をすれば、要はディレクターですよね。こういうふうにやっていこう、じゃあそのためにはこういうことをしようっていう、この決める企画を作って、企画オペレーションを決めて、それを実行までさせるっていう、それがなんかすごい得意かなと思ってるんですけど、それはかっこよく言えばブランドディレクターっていうんですけど、ブランドディレクターってなんかちょっと僕からするとかっこつけすぎてるなっていう、ちょっとなんていうんですか、おしゃれすぎるというか、それをだから日本語にするとやっぱ世界の健康有料ですよね。そんな形でやってます。やっぱりビジネスだけじゃないし、やっぱこのフィジカル面とメンタル面ってすごい相関すると思うんで、健全な肉体が健全な精神を作るもそうだし、健全な精神が、健全な肉体を作るっていうこともそうだし、健全な精神と肉体っていうのが素敵な仕事を作る、素敵な人間関係を作るみたいな話だと思ってるんで、なんかそういうところをこれから目指していきたいなっていうふうに思ってます。なんでまさに それを作るためのバディーズなんで、バディーズってのは秘書が健康パートナーやって、運動だったりとか、食事もそうだし、睡眠時間とかもそうだし、柔軟性だったりとか、温活とかですね、そういうのを全部トータルで、ライフスタイルコーチングじゃないですけど、そういうのをやっていくっていうサービスですね。ぜひチェックしてみてください。ニックネームブルガリアンスクワットさん、こんにちは。アシナさんはよくゲームのルールを理解しようとおっしゃっていますが、ルールを理解するために意識していることがあれば教えてください。はい、ありがとうございます。僕が言ってるそのゲームのルールを理解しようっていうのは、ビジネスにもスポーツにも必ずルールっていうのがあるんですよ。でこういうふうにやったら点が取れるって、サッカーだったらゴールネットを揺らしたら、1点入るみたいな、そういうルール、どうやったら得点が入るのかっていうルールがあると思うんですけど、バスケットボールだったらこのリングの中にボロシュって入れたら、2点入る、この外側から入れたら3点ですよみたいなですね、それがゲームのルールですよね。でゲームのルールを理解してその練習をひたすらやるわけですよ。つまりリングの中にボールを入れればいい、そしたら2点入るっていうバスケットボールのルールがあるんだったら、もうそれをひたすら2点を入れる練習をするんですよ。ところが多くの人っていうのはゲームのルールを理解していないんですよ。どういうことかっていうと、リングに入れれば2点入るのにずっと体育館の周りを走ってたりするんですよ。この体育館の周りを走るっていうのは2点入れるために必要なんだったらやればいいんだけど、これだけ走ってても勝てるわけがないんですよ。でも俺たちは走り込んだから強いとかっていうことではなくて、この2点を入れ続けるために走り込みが必要になったら、この走り込みが必要だし、でなんでこれ走り込みをしてるかって言ったら、この2点を入れるためにやってるんだっていうところが、つじつま合ってれば、それはゲームのルールを理解してるっていう話なんですね。ビジネスであれば、どうやったらお金が入ってくるのか。で、お金が入ってくるってことのルールは、こういうステップを踏んでキャッシュインがあるんだっていうことを理解せずに、めちゃめちゃ頑張りましたっていうのは、もうただ体育館の周りをぐるぐる走ってるのと変わらないし、いや僕めちゃめちゃ頑張りましたよって言ってバスケットボールを持ちながらドッジボール始めるみたいな話なんで、それめちゃめちゃ頑張ってるのは分かるけど、それルール理解してないよねっていう意味での
あのルールを理解するっていうのは非常に大事ですね。なんで、まあ、どのスポーツをやるにしても、ね、どのビジネスをやるにしても一番最初にゲームのルールを理解して、でもっとあの厳密に言えば、どうやったら上手くなるのかっていうことのルールもそうだし、もういろんなルールがあるわけですよ、成功するまでは。それをもう瞬時に理解する、それを一番最初に学ぶっていうのが大事ですね。そのために、まあ、意識してることがあるとすれば、まあ、どうしてそうなるのかっていうことをちゃんと自分の頭で考えるっていうことですよね。でこの時に一番大事なのは希望的観測を入れないっていう、これがめちゃめちゃ大事です。やっぱ多くの人は希望的な観測をすごい入れちゃうんですね。今週100人に会えればなんとかなりますみたいな、それ希望的観測じゃないですか。それ毎週100人会えてないから今の現状があるわけで、みんななんかその今やってるやり方を変えずになんとかパンパンに詰め込めばなんとかなると思ってるんで、基本的にブレイクスルーってのは根本的に全てを変えるっていうことをしないとブレイクスルーはないですね。みんなやっぱり今頑張ってるっていうこの延長線上に大成功があると思ってるんで、それじゃなくて今頑張ってても成果が出ないんだとしたら、この先に成果はないんですよ。今頑張って成果が出てないんだとしたら、もうこのやり方も抜本的に変えることでしかブレイクスルーがないんで、ぜひですね、抜本的な改革を頑張りましょう。そんな形で、ニックネームコツオさん、いつも配信ありがとうございます。営業職やってる27歳です。社内で2年連続営業1位を取り、収入も得ることができました。しかし燃え尽き症候群になってしまいました。芦田さんは燃え尽きたことがありますか？またその際はどんな行動を取られていましたでしょうか？燃え尽きることは基本的にないですね。何があるかっていうとですね、もう無理だなって思うことがありますね。どういうことかっていうと、電通の時もそうでしたけど、まあ、仕事はすごい頑張りましたよと。で、僕がさっき言ったそのゲームのルールの理解が早いんで、80点ぐらいはすぐ取れるんです、誰よりも早く、精度高く。僕電通にいた時は、この20点の差を埋めるのはあとはもう年次でしかないなと思ったんですね。明確に、要はあと15年したらどうせ部長になれるんでしょっていうみたいなのが、そういう感じだったんで、それになんか15年かける暇はないなっていうふうに思いましたね。仕事のゴールと人生のゴールっていうのを一緒に考えてしすぎてしまうと、多分燃え尽き症候群みたいになるんですね。甲子園球児が甲子園終わったら何していいかわからないみたいな、それはもう甲子園っていうのがもう人生の目標みたいになってしまうと、甲子園出て優勝したらもう終わっちゃうんですね。でも人生ってもっと長いんで、自分がどういう人間になりたいのかとか、自分は何を目指すのかとか、そういうところがあれば、全然燃え尽きはしないんじゃないですか。なんで営業で1位を取るっていうことを目標にしてるぐらいだと、それ営業マン何人いるんだって話じゃないですか。じゃあ自分の会社に営業マンが例えば、1000人いる会社、まあ、結構大きいですね。1000人いるとしたら1000人の中で一番になったぐらいで、自分の人生の目標が成し遂げられたぐらいだとしたら、それはそもそも目標設定が低いですよね。なんでもっと大きくライフタイムで考えて、自分の目標は何なのかっていう、そんなことを探っていったらいいんじゃないですかね。あんまり人と比べない方がいいですよ。結局やっぱ自分がどうなりたいかでしかないんで、人と比べてしまう目標はめちゃめちゃいい時はあるんですけど、なんていうんですかね、パラグライダー的な話なんですけど、もうあるところまでは人と競い合いながら、人が決めた目標に応じてやった方が楽なんですよ。ぐーっとそこまで登れるんで。ところがそこをパンっても自分で実装できるようになった瞬間に、人と比べないでやっぱ自分が何をしたいのかっていうところにこう行っていかないと幸せになかなかなれないんですよ。なんでかっていうと、目標、人生の目標を人と比べてしまうと絶対に達成できないからです。なんでかというと、上には上がいるっていうことですね。で、本来自分は満足してるはずなのに、人と比べて、あ、なんか自分よりお金持ちがいるから、なんかあの人には負けたくないとかですね、あの人の方がフォロワーが多いからあの人には負けたくないとかってやってるとですね、で自分はもう何のためにやってるのかっていう
話になってしまうので、最近だとあの SNS 時代なんで、あのフォロワーに踊らされたりとか、そんな人がいるんで気をつけてください。ありがとうございました。